Stop it. Get some help. ではここで本日もゲームをプレイしていきたいんですが、プレイするのか。はい、今回は最新ボスである黄金王獣に挑んでもらいたいと思います。来た、いつか来ました、黄金王獣か。はい、黄金王獣が召喚する獣域スカルが出てくるんですけれども、はいはい、これを倒すのがなかなかに大変です。まあ、そうじゃないとね、ダメージがないとね。そう、獣域スカルは岩元素攻撃じゃないとほぼ攻撃が通らないという、はい、岩元素キャラ必須だそうですので、まあ、必須、まあそうですね、いろいろやり方あんだよ。でも公式さんの、ね、ラジオなんでね、はいはい、あの成功法でもちろんやりますけれど、はい、人によってはね、その獣域スカル出す前にね仕留める、あいやらしいですね、そういう方もいらっしゃるし、瞬殺プレイヤー、瞬殺なんてできるんですか。瞬殺は できますね、できます、はい、それも見たいけど。いやそれはね、あのやっぱ条件揃った方、あのパーティー揃えないとね、なかなか難しいんですけど。そうなんですよ。まあね、やってみますか。はい、え、これはこれどうすんのこれ。お二人ですか。お、お、ペモンやるか。あ、ペモンか。その二人。ペモン。守りながら戦うことになりますけど。じゃああれか、俺がランク下げて。うんうん、ポリエッティに来てもらう感じでいいのかな。かしこまりました。今ランクじゃあ7に下げます。へい、はい、お邪魔します。すごい、はい、やってみますか。じゃあこれが生で見られる、はい、ではでは早速始めてみたいと思います。お願いします。僕の世界に、ポリエッティがやってきましたね、はい、お邪魔します。はい、じゃあ黄金王獣いきますか。はい、よろしくお願いします。ポリエッティは行幸と行幸さんと奈々ちゃんを連れて行こうと思っております。あ、お前奈々ちゃんはやったなお前。やったな奈々ちゃんは。ちょっと推しキャラなもんで。推しキャラか。はい。主人公おらんやんけ。ちょっと今回はあの今回ね。今回はお留守番ということで、あのしっかりと奈々ちゃんには祭礼を持たせて、はい。僕はじゃあ勝利とタルタリアでいきましょうか、ね。はい。ねえ、ちょっとエールワーとかとも迷ったんですけどね。じゃあ行きましょうか。はい。最初行幸で行こう。じゃあ行ってこいよ。あ。じゃあ行くぞ。見えとな。じゃあ頑張ってね。え、一人。あれ。置き去り。頑張ろう。うお、見えてきた、こいつが。はい。さあ。うえーい。来た。行くぞ。大きい。来い来い。あ。え。さあ行くぞ。チクチクね、もう攻撃するしかない。やばい。うわー。やばい。なんだ。あ、来た。これな。あ、星が2位か。行け行け。いつも一番タルタリア一番下に登録してるから癖で下押しちまうな。揺らぐことなし。あ、登りたかったのに登れなかった。あ、あ、なるほど。天理直下。かっけーかっけー、強い。でもな、7いるから回復はもうあれだよね。そうなんです、お任せくださいね。スリップダメージがきついけど。おお、浮いてる。さあ行くぜ。こいつは竜巻とか起こしますから。起こしてくんだよね。これがなかなか、あれどこだ。ふよふよしてる。早く早く降りてこい。そろそろかな。うわ、来るか。来ないかな。ま、一応離れとこ。優雅、優雅です。これ空飛んでる時に来るかな。わあ、来る。来ます。竜巻は来るぞ。ちょっとこの外に逃げといて。俺クラスになるともう逃げも隠れもしねえ。うわあ。強い。いやいやいや、怖いよ。いざ。はい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 。マルチでやるとどうなるのか。いざ。来た。剣女盤石。おおおお。あ、これあれじゃないの？なんか。なんかやばいやつ来ますか？あれだ。岩元素でじゃないと。あし。攻撃通らんやつが降りてくるやつだ。あ、来ますか？来た来た。獣域スカルという獣域スカルが来て、こいつが、そう、こいつをでもね3体 やればシールドが一気に剥がれるから。おー、オッケー、剥がれるな。いざ。あ、やべえだろ。あれ、まだ剥がれてないの？あれ、全部壊しましたけどね。剥がれた、剥がれた。来た来た来た、行けー行けー、かけー。おい、ちょっと体力やべえぞ俺。まあいいや。あ、すごい。ええ、いけ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 。いけー。もうフルボッコラ、フルボッコラ、フルボッコラ。おお、おお、どうだ。いっけ。しゃあ、せい。やったー。
お前は負けたのさ、勝利先生とその仲間たちに。楽勝でしたな。やった、まあそうだね。おお、せっかくだからもらっとくか。あーでもね、あいっぱいもらえる。あんまいいの出なかった気がするけど。まあそういう時もありますよね。はい。あでもまあまあでもマルチでもね楽しくできます、ね、そうですね、すごい、うん、迫力がありました、はい、あーまあ乗ろうぜ。ななちゃんかわいいな。やっぱ行子もいいね。そうなんですよね、うん、なんかこの敵だったら勝利より行子の方がもしかしたらなんかいいかもしれないね。はい、すごかったです。はい、はい、ということで今回は黄金王獣にチャレンジしてみました、はい、ありがとうございました。ありました、はい。